たいな。Hello, welcome back to my YouTube channel, Spanish Family. This is Zoo-chan. And today... Hi, I'm back in Malaysia. Yay! Spanish Family United! Okay, Zoo-chan です。ここはタマンメラワティのラマダンバザールに来ました。ここすごいっす。ここすごいっす。めっちゃいい匂いがしてるから、うん、そうだね、そうだね、昼食べてないもんね今日。イエー、お腹いっぱい。今日はね、ちょっとお友達一人待ってるんだけど、まだ来ないからちょっと先に行ってみよう。レッツゴー。どう、イーくん。はい、ライチーカン、ライチーカン、ライチーカン。プリンだ、カツのプリンだ。プリン、すげえ、丸ごと揚げてるね。おー、まずは何買いたいかな。なんか、ね、なんかね、喉乾いたみたいで。あ、喉乾いた、うん、じゃあやっぱドリンクちょっと探しに行こうよ。うんうん、ちょっとイクは日没前に飲んじゃうけど、うん、あそこはちょっと許してもらって。オッケー。え、ね、あれ美味しそう。あ、これサテか。サテ、サテ、え、STEW、なんか俺の知ってるサテとちょっと違うな、これ。え、すごいこれ。めっちゃうまそうだねこれ。あ、バターの匂いがすごい。シチュー、じゃあいっちゃうこれ。あ、イズイダギン、ダギン、ダギン、ラム、ラム、カンビン、あ、カンビン。おー、It's beef. Beef, chicken, lamb. うまそうなやつは覚えといて、ちょっと後で買いに行こうよ。まずドリンク、ドリンク。キッズだね。なんかブドウジュースがあったの。ブドウジュース、ここすごいのはここ一列あるじゃん。で、向こうにもあって、さらに奥側にもあるのに、三列構成なのよ。ここかな、これか、これかな、テラディ。あれです、エアテラディ。いやいや、ポテト、あスイールポテト、スイールポテト、これスイールポテトドリンクだって。イエーイ。あ、アイアンペチ、あ、アイアンペチ、アイアンペチ。お、なんかいろいろあるね。ミクどれにしたの？ストロベリー、いいね。美味しそうだね。一応大人はさ、日没の時間を待って食べるっていうことにしない？もちろん。美味しそうなものの目星はつけといて、うん、でもね、ママもね、ドリンク行きたいなって。ドリンク買っていいよ、飲めないけど。その前買ったみたいなフルーツジュース飲みたいな。フルーツジュース、あー買ったね。ミキサーでポーって入れてさ、はいはいはい。あ、そこのドリンク屋なんだろう。あ、ソヤだ、ソヤ、ソヤ、パナー、パナ、ブルーレモン、アサンボーイ、What is this? Black this one? 分かんないな。リくん、どれ美味しそうかな、あと。私これちょっと気になる。ブルーレモン、これこっちのアサンボーイが気になる。これ多分さ、梅干しなんかな、入ってる、この黒いの気になるんだ、でも一番。じゃあ、黒パパで、まだブルーレモンでいい。黒はこう、黒いコーラと思うよ。黒いコーラかな。グラスジェリー、センゾー、ハバ、ハバグラスジェリー。センゾー味がね、想像できるから、うん、こっちにするわ。こっち、うん、アサンボーイ、ブルーレモンはプラスチックで、これどうやって飲むの。プラスチックで一回ほどいて、うん、色がすごい綺麗だね。ね、なんかさ、キッズたちがみんな飲んでてさ、行き交うキッズが。あ、そうなの。美味しいのかなって思って。もしかしてさ、プラスチックの方が量多かったりする？多そうに見える。ねえ。うわぁ、思って。じゃ
全然違うかも量。あ、全然違うと思う量。本当？うん。美味しそうだね。ちょっと後でみんなで飲もう。あとはフレンドが来るの待ちますか？あとはフレンドの到着を待つ。まあそうだね。ライチーカーも気になるじゃん。これ。What is ライチーカー？デーツ。あ、デーツ、デーツ美味しい。Thank you.どこ？でも売り切れたら多分終わっちゃうの。あれめちゃめちゃお腹空いてきたわ。ママも。ね。What is this? Coconut milk. ああ。一個買ってみようか。安っ。ありがとう。ありがとう。テリなんか5セント拾ってる。5セント拾ったじゃあそこのおじさんのところに募金しよう。あ、そうだそうだ、5セントあ、ごめんなさい。はい、じゃあ戻ってまいりました。お家の中ですよね。はい、お家の中に戻ってまいりました。じゃあ行くよ、開けるよ。ドリンクだと思ったけど、すごいなんかめっちゃお皿に開けるの、ね、いや量がさ、すごいからさ、こんぐらいでっかいお皿じゃないとなかなか。大丈夫ですか？うん、大丈夫。なんかすごい、なんかすげえ。これすげえ。なんかちょっと、ってなっちゃった。こういう感じっす。誰もそれわかる？これパパちょっと、まずこれ飲んでいい？キープできないから。うん、うまっ。うん、うん、何何、あー、うせ、声がでかいんだよな。声がでかいの。うわー、うん、いや断食したら声でかくなっちゃった。なんかね、あ、ちょっとほんのり梅の味をしますね。どっちから行く？一番やっぱライチ感というかライチから行くの。うん、薬膳の味がする。ほんと？汁飲むんじゃないのこれ。メインは汁なの？具なの？どっち？まあ、それ。いただきます。それいく？あ、でも黒蜜系の味だね、これ。そう？うん、確かに黒蜜のブラウンだね、多分。そう、あんみつにかけてるシロップを、薄まらっかした感じの味がします。あんみつが好きな人は好きかも。あ、美味しい。でもこれもう好きだ。今ちょ、うん、してごらん。でかでした。ちょっと違った。ちょっと子供は苦手かも。結構大人向けの味もする。汁だけ美味しい。美味しい。おお、すごい、想像と違った。結構オレンジ系かなって思ってさ、飲むじゃん、めっちゃ梅干し、酸っぱい。あ、結構酸っぱいもん。リー君もスパイダーマンだけに、スパイダーマンだけに酸っぱいの飲むだーっつって、スパイダーっつって。甘い。スマもめっちゃカスタードプリンって感じ。うん、一番シンプルな味。うん、こっちの2つはね、結構複雑なの味が。これはすごいシンプルです。これたい焼きみたいなやつ、5個で4人の激安なやつ、これでもう常にすでにこう3つ食べちゃってるんだけど、これが結構なかなかね、美味しかったから食べてみて。食べたいな。リクのママはね、先にね、食べちゃったんだけど、ちょっとこれ
いただきます。結構美味しかったです。ココナッツとパンダンって言ってた、うん、で中に何かあんとかが入ってるわけじゃなくて、生地自体にすごい味ががっつりついてる感じ。うんうんうん、あ、美味しい。結構これ、うん、あのね、柔らかい。この間と打って変わってまったりしちゃったね。まったり、まったりもいいよねこの間はなんかママ言うとテンション上げすぎたって言ってたから、まあ、この間ってね、あのバザーの日から2日後ぐらいなんですよ。あれ、日本から帰ってきてほんと次の日だったんだよね。だからなんかね、うまくねスイッチが切り替わんなくて、まあ、チューニングできなかった。そう、日本にほんと1ヶ月以上滞在してて、その間全然 YouTube みたいな活動を一切してなかったの。マレーシアに戻ってきて、なんかスイッチがね、入りきってないよという撮影しちゃったね。水欲しいの。ちょっとね、ここで発表があります、はい、ラマダンバザール行ったじゃん、うん、一昨日。今回まだ行きますよ、ラマダンバザールそうそうそう、多分ね、あと2回ぐらい行くんじゃないかな。いや、1回でいい。そう言うなってそう言うなって遠慮する、遠慮すんなって。なんででも、スパイダーマン、遠慮しないか、遠慮しないか、2回行こう。よっしゃ、2回行こう。多分2回行くんじゃないかなと。3回行きたいわ。おー、いいね、ゆうくん。2回行く暇あったら3回行きたいわ。おー、いいね。じゃあみんな、次のビデオも楽しみに待っててね。またねー。またねー。チャンネル登録よろしくお願いしまーす。グッドボタン。グッドボタン押してねー。よろしく。グッドボタンの赤いボタン押してよ。ということで、ちゃんと言ってね。Yes! Ramadan Bazaar! Ramadan Bazaar! Spanish family with Kazike!